はい、全国1億2000万人の KB スポーツファンの皆様、明けましておめでとうございます。新年の KB スポーツ道具トークの時間がやってまいりました。本日はですね、新年ということで KB スポーツ小海船長が来られてます。はい、どうも KB スポーツ船長小海です。よろしくお願いします。そして KB スポーツスペシャルアシスタントの蜂須賀舞さんが来てる。はい、蜂須賀舞です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いつから KB スポーツスペシャルサポーターで勝手に言ってるだけだからね。まあ、新年一発目ということで、はい、まあ、前回ね、いろいろお話ししたと思うんですけど、いろんなイベントがあったということで。そうなんですよね。まあ、年末、去年末ですね、SBIP って僕やらせていただいてるんですけど、そちらの中部大会、第3回の中部大会が行われました。そちらはですね、結果的には、東海地区と関東地区が、タイブレイクっていうね、この引き分けの状態で、試合を続行して、まあ、1イニング行ったんですけど、そこでも決着つかずに、同率優勝ということになりましたけども、今回それに倣ってですね、やっと西日本で、一つ大会を、しようということで、また SBIB 大会西日本っていうのをね、させていただくことになりました。場所は広島の、三木というところでやらせていただきます。こちらはですね、基本的に SBIP のメンバーで、中部大会と同じでですね、行う大会になっておりますので、また、なんか発信ができたらなというふうには思っておりますが、そちらが、ビッグイベントかなというふうに思っております。はいはい、はい、今回舞さんの出場があるかどうかっていうのは争点だったと思うんですけど、その辺はまあ、西日本大会に期待ということで。いやものすごい時間かかりますからね。いや、そんなお手間は取らせられない。まあね、いろいろね、まあ、SBIP もいろいろ練習会から、まあ、去年はね、練習会からいろんな大会から、まあ、小海さんが全国一般大ソフトボール大会で優勝したりとかね、あとこの中部大会とかいろんなソフトボールを巡る、ね、いろんなドラマがありましたけども、いろいろね、また今年のプレーとしてはどんなような感じで。あ、そうですね、まあ、抱負としてはやっぱり、自分の、ホームチームですね、今回、優勝させていただいたそのジャンルでまた優勝したいなというのが、一つ目標ではありますし、やっぱり、このゴムソフトっていうのがもっと、知ってもらえるように、していきたいなと思うので、女子のね、女性の、ソフトボールってやっぱり認知度もそれなりにあるんですけど、やっぱ男性のソフトボールっていうのはかなり、まあ、いわゆる野球の劣化版みたいな感じで捉えられることが結構多いので、まあ、そういう風ではなくて、別スポーツとして、まあ、障害スポーツとして楽しめるものですよっていうのをね、改めて発信していきたいなというのもありますし、まあ、それも含めてですね、また今度その、関東方面で埼玉で、練習会を SBIP のメンバーとするんですけど、まあ、そういう練習会にいろんな方呼んでレベルアップの向上を図ったりだとか、そういうのを今年は、中心に、本当に月1ぐらいでね、いろんなところに行ってやりたいなというふうに思ってますし、その関東の練習会はもう、全部で60名募集してるんですけど、もう50名以上かな、もう集まってるので、もうすぐいっぱいになってしまうんですが、まあ、そういうふうに需要もあるんであれば、僕が出向いて、損はないなと思うので、はい、できるだけ、全国各地に足を運んでいきたいなというふうに思ってますね。やっぱりね、この KB スポーツ道具トークを通じて、やっぱり小海さんのね、いろんな面が、ね、発信されているということで、そうです。このプレマ TV ってものでもね、かなりね、KB スポーツに多大な貢献をしている。まあ KB スポーツとしては、まあ、いろんなキャンペーンとかもあったんですけど、今後まあ新年明けて新年 KB 大セールが、ですね、それはないんですけど、まあ、この8日までですね、明日まで純慶さんっていうグラブと、当店の桜グラブっていうこのオリジナルのグラブですねを、割引とか、純慶さんのグラブは割引ではなくて、メンテナンスのまあ、保証みたいなものをしたりだとか、してるんですけども、これ2月になると、当店周年記念がまた、周年記念祭が毎年あるんですけど、そちらを行おうかなというふうに思っております。今年はですね、本当にいろんな方からこう応援していただいた年、去年ですね、去年から今年の頭まで、応援していただいたので、それの還元をしっかりしたいなというふうに思っております。今から桜を買おうとか
今から何か道具を揃えようというふうにされている方、うん、される予定の方はね、ぜひ、お見逃しなくということで、はい、期待していただいていいと思います。まああのプレーする、まあ、SBIP とかいろんなねプレーする機会ももちろん、やっぱり KB スポーツ道具トークっていうぐらいですから、うん、やっぱりいろんな道具とかもね、あの扱っているということで、まあ、今日はね、あのこのちょっと見切れてますけどね、3つグラブがありますけど、はい、これなんか毎回持ってきてるの違いますよね、これ。そうですね、今映ってるものが、僕が全国大会で、使用させていただいた、優勝した時の、グラブですね。はい、結構こだわって作らせていただいたんですけども、まあそのこのグラブと同じモデルのグラブを、何個か、去年ですね、作らせていただいたんですけど、まあ、これも即完売で、ありがたい話で、はい、でその隣にあるものがですね、今年初めて登場なんですけど、メッシュ加工っていうのがされてるんですよ。この背面側ですね、この辺りのメッシュ加工っていうのがされていまして、このメッシュ加工、背面が少し硬くはなるんですけど軽量感のあるグラブに仕上がるので、こういうものもね、今後こう作っていけたらなというふうに思って、サンプルを一つ作りました。はい、まあこういうことも含めてですね、あの道具もそうですけど、チームとしても SBIP としてもですね、新たなこととか、チャレンジする年にできたらなというふうに思ってますね。やっぱりいろんなね道具の進化もね、やっぱりまああんまりね、自分あの野球用品メーカーとかそういうのあんまりね興味あんまりないんですけど、なんでね、あのメーカーをねあんまりこだわりとかないんですけど、やっぱりいろんなのが、何でもそうですけど、いろんな新しい技術とかね、いろんな新しい、まあ、流行りもそうですし、いろんなのが出てくると思うんでね、そういうとこもやっぱりいろんなところへ行きながら、いろんなことしながらね察知していける、それで表していけるね、小海店長ならではの、ね、ものがこの KB スポーツ道具トークでも、まあ、プレーするのもそうですし、いろんなことをね発信していく、いけると思います。まあ、舞さんとしては今年の KB スポーツに行くっていうまず第一目標があるんですけど、うん、そういったなんか目標とか小海さんに対して どういう疑問点とかなんかありますか？で KB スポーツさん、私まだ一度も行ったことがなくて、なのでそういうお店のこうどんな感じなのかっていうのはすごく気になりますね。どんな感じなのか、うん、まあざっくり野球用品が置いてある、うん、みんながくつろいでる場所って感じですかね。はい、本当に結構皆さんが、はい、仲良くお話しされるっていうのはお聞きしたことあるんですけれど、はい、そうなんですね、うん、喫茶店かって思うぐらい、長いこと置いていただけるので、はい、それは、当店の自慢の一つですね。やっぱり行ってみないと分かんないところあると思うんですよね、うん、なんかまあなんかいろんなお店ってやっぱりあるんで、まあいろんなねたくさん置いてあって、まあ正直で店員さんもあまりいなくて結構自由に見れるとこもあるし、まあ結構店員さんの細かいアドバイスとかねいただけるとこももちろんあると思うし、 KB スポーツはまたねそことは一線を画したっていうか、なんかまあスポーツ店っぽくないとは言われますね。あ、はい、なんでやっぱりね、実際ねやっぱり行っていただいて、今年の新年の目標としてはですね、やっぱり KB スポーツに舞さんがまずは KB スポーツに行ってもらうと、それで SBIP の活動に来てもらうと。去年おじさんは喜びますけどね。去年の目標ですけど、ちょっと足引っ張っちゃうかなって言うと不安なんですけど、今年こそはね、なんとか達成できるんじゃないですかね。先生どうですか？まあ予定を合わせればっていう感じですか。はい、今年はね、いろんな目標ももちろん、ね、まあ、さっきおっしゃった自分のチームのね、持つこともあると思うんですけど、まあ、そういったね、裏目標もね、どんどん達成していっていただきたいなと思いますけども、KB スポーツの今年の目標としては、そういったところでよろしいですか？はい、大丈夫です。まあ今日はね、新年一発目ってことで、このスタジオの近くにもね、すごいたくさん、ね、観覧の方というか、ね、観覧じゃないよね。たくさんね、人がね、来ていただいてるんですけど、はい、今年の KB スポーツ道具トークとして、うん、まずは舞さんから今年 KB スポーツ道具トークをどういう風にしていきたいなと思いますかね。うん、でも KB スポーツ道具トークをもっとこういろんな道具が多分KB スポーツさんあると思うので、それはもうもちろん発信していきたいなっていうのも思いますし、まあ、このグラブから始め、なんかバットとかも、あとこう着るものとかもいろいろとあると思うので、はい、そちらも紹介できたらなとは思いますね。だそうです。なかなかその視点はちょっと今なかったけどね。
なんかこう今まで多分あのグローブとか、うん、あのバットとかはあったと思うんですけど、こう 服とか靴下とかそういうものはあんまり紹介されてない気がしまして、服ですね、うんうんうん、服オリジナルの服はいくつかあるんですけどね、うんうんうん、はい、そうですね、じゃあ持ってきましょうか。もう持ってきてそのうちやっぱり KB スポーツ現地から、うん、これは放送では見たことないですよみたいないろんな、ね、ことがね、マイさんのリポーターとしてできたんですけど、まあその辺小海さんは総括として今年の道具トークはどんな感じに。そうですね、道具のことももちろん、発信していきたいですし、やっぱりあのソフトボールしてほしいっていうのも一つ僕の思いの中にあるものなので、まあ、そちらも、同時に発信が、していければなというふうにはやっぱり思いますよね、うん、はい、あのソフトボールの人口拡大っていうのをやっぱりしていきたい、うん、あの一つの目標なので、まあ、そこに対しての、手間を惜しみませんよっていうところで、しっかりとそこも、まあ、一つの柱としてやっていきたいですね。まあ、道具トークっていうね、なんか道具っていうなんかそれをかけただけのね、自分勝手に考えたタイトルなんですけど、今年もね、いろんなことをね、やっていきたいなと思いますんで、今日はなんかふわふわしてましたけどね、こんな感じでね、今年も1年ふわふわやっていきたいと思いますんで、はい、皆さんどうかついてきていただければと思います。はい、お願いします。また来月ね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。